初球、初球打ち高く上がった、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。ホークス期待を。いい当たり、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。さあそして打席には田村が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできる。インサイド、ショートの左抜けました。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。レフト前へのタイムリー、期待に応えれば。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。初球ボール、2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ライト線フェアです。バッターランナーは2塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウト3塁2塁です。さあそしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。さあそして打席には山田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから。打った、センターに抜ける、ホームに送球、サードランナーホームイン。ホークス期待に。三塁牽制、さあ初球は何か。ライト方向を流しました。打球はライトへ、西川が掴んで3アウトです。さあこれからホークスが守備につきます。そしてマウンドにバッターは中川。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。引っ張った、岡本アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている西川。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。バントしました、ファウルになりました。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。なるほど、さあどう来るか。三振です。バッターアウト。打席には3番バッター山川。ツーアウトランナーありません。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる、福留が抑えて3アウトチェンジです。2回になります。ホークスの攻撃、バッターは9番に入っている森。ホークスリードで迎える最初、打ちました、流しました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには福留が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取って。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに内のボール打っていった、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には吉田が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったシュート、レフト線へ持っていった、ライン際に切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。いい当たり、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ランナーに改めてお聞きしますが、バッターボックスの外、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますが。初球から打っていった、掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。中村が打席に入ります。ホークスリードで迎える最終回です。ちょっと
とすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。池山抑えてワンアウト。